クライスラーコンコードは、クライスラー社が1993年式から2004年まで生産したフルサイズ、前輪駆動の大型4ドアセダンである。コンコードは、クライスラーフィフスアベニューの後継者であった。初代のクライスラー LH プラットフォームを使用した3台のクライスラーブランドの中の1台であり、アメリカンモーターズ、ルノーが設計したイーグルプレミアから派生した。 ダッチ・イントレピット、クライスラー LHS、クライスラーニューヨーカー、イーグル・ビジョンとは、姉妹車であり、カードライバー氏の1993年度と1994年度の、充血に選出された。第一世代のデザインは1987年の、コンセプトカー、ランボルギーニ・ホルトフィーノを元にしている。フルトフィーノは、クライスラー車に、キャブ・ホワードと呼ばれる革新的デザインの、 量産型セダンを生産することを決定させたデザイン的挑戦の先駆者であった。キャブフォワードデザインは長く寝た全部インドと比較的短いオーバーハングという特徴を持っていた。車輪を効果的に車両の四隅に配することにより、同時代の車よりかなり広い室内空間を実現していた。第二世代のデザインは1996年の クライスラー LHX コンセプトカーとして発表された。このコンセプトカーは20インチのホイールを履いており、中央部に位置する景気パネルと通常のバックミラーの代わりに A ピラーに閉鎖回路式ビデオモニターを備えていた。ホイールベースは3 1 0 0、mm、トルに延長されて、いたが、後席中央部は娯楽機器と収納スペースが占拠していて、後部座席の快適性は、 制限されていた第一世代のコンコードはデトロイトで開催された1992年の北米国際オートショーで1993年モデルとして発表された。第一世代は1997年まで存続し、1998年モデル向けに完全に刷新された。標準モデルよりも4インチ長いコンコードリミテッドは 近しい関係のクライスラー LHS の代替として2002年にデビューした。コンコードはイントレピットと共に2004年まで生産された。クライスラー 300M も同じ年に廃止された。コンコードは2004年に2005年モデルとしてクライスラー300に代替された。ありがとうございます。